神殿の再現図アテーナー2系神殿は、ギリシャのアテネのアクロポリスにあったアテーナーを祀った神殿である。2K はギリシア語で、勝利を意味し、知恵の神としてのアテーナーをアテーナー2系として祀っていた。アクロポリス上の最初期のイオニア式神殿で、アクロポリスの入り口の右、急峻な両方の南西角に位置していた。ここで、 市民は長く続いたスパルタとの戦争の勝利を祈って、女神を祀った。アテーナー兄兄神殿は、アテナイがギリシアの主要なポリスとなる野望を表したものだった。神殿はアクロポリスへの大階段の南の側面上の両方最上部にあり、そこがアテーナー系の聖域とされていた。 プロピュライアから入ったところにある壁で囲まれたアクロポリス本体の聖域に対して、ニエケイの聖域は、プロピュライアの南聖域から、及び北の狭い階段から入れるようになっていた。両方の急峻な壁は北面、西面、南面に手すりがあった。手すりのフリーズには、ニエケイが勝利を、岩屋テーナーに生贄を捧げている様子が描かれており、ニエケイの手すりと呼ばれていた。 平面図アテーナー2系神殿アテーナー2系。神殿は四中式で、イオニア式の建築で、前面のポルチコとほぼ同じコロネードが、後面のファサードを構成していた。設計は建築家のカリクラテスである。紀元前6世紀に建設されたアテーナーの神殿が、紀元前480年にアケメネス朝、ペルシャに破壊されたため、その廃墟の上に建設された。 スタイロベートからペディメントの頂上までの高さは約7メートルと控えめだった。円柱の高さと直径の比率は7、1で、イオニア式の標準である9、1、または10、1では実現できない優雅さがあったという。白い大理石製で戦争で出費がかさんでいたため少しずつ建設された。アテーナ2ー2系の像は5メートル四方の 小さな内人に設置されていた。パウサニアスによれば、この像は木製で左手にヘルメットを持ち右手にザクロを持っていたという。ニーケ k ーは本来翼のある勝利の女神だが、アテナーニー 2K の像には翼がなかったため、アテナイ人はこれをニケアプテイロスと呼び、アテナイを決して離れないように翼を奪われたのだという伝承が生まれた。 エンタブラチアにあるフリーズは4面全部にあり、紀元前5世紀の理想化された古典様式の彫刻が施されていた。北面のフリーズにはギリシャ人同士の騎馬兵の戦いが描かれていた。南面のフリーズにはプラタイアの戦いでのペルシャへの決定的勝利が描かれていた。東面のフリーズにはアテナー、ゼウス、ポセイドオンといった神々が描かれており、 紀元前5世紀のアテナイの社会的、政治的情勢において特に信仰された神々を表していた。神殿完成後の紀元前410年頃、急峻な両方から人が落ちるのを防ぐために手すりが設置された。手すりには様々なことをしている 2K のレリーフが施されていた。アテーナー 2K 神殿サンドの修復を経て、 アテーナーニー系神殿は、エレクテイオニア・パルテノン神殿と共に今も、アクロポリスに建っている。スタイロベートと円柱は大部分がそのままだが、屋根は抜け落ち、ペディメントの大部分も失われている。フリーズの断片は、アクロポリス博物館に展示されており、神殿にあるフリーズは複製である。ありがとうございます。